はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、イスクスト2というわけでの実況をしていきたいと思います。480日目ですね。あと3日か。あと3日待ったら、あれですね、 P 上限解放パスを買おうかな。うん、あと、さとかちゃんのガチャ回そうかな、みたいな。ミリッ、ゆうてちゃんからの左だ。なるほど、さあ、あじまだ。これはどうだ、アルタルトルペア。射撃性ガールズが5になって急に。すげえ。今までしょぼかったのが急に2人追加されて2万5000。A 型ガールズ4。B 型ガールズ3。水がめ座ガールズペア。コトブニレンガールズペア。ようこちゃん、ようこちゃん。これと伝説の剣、エクスクリバー。図書委員会ガールズペア。おー、まあ、そこそこ伸びましたね。なんだかんだで。助かる。うん。ありがとうございます。さて、今日は月曜日でございますね。で、今日はですね、ぶっちゃけ特にやることがないかもしれない。まあ、近況報告はするんですけど、そうだね。あまりないかもしれないです。うん。でも何かがあるかもしれない。それを見つけるのも私の仕事です。つうこって、いってらっしゃい。でですね、近況国プロメテウスの火をともせいというわけで、ライドオカスケスコいただきます。ありがとうございます。お世話になります。現在は17904と、うん。で、今日が2月4日、4、5、6、7、あと4日ぐらいなんでね。うん。どうしようかな。2万5000はいきそうですね。なんか、なんだかんだで。うん。で、私の今の、持ちエリクサーがですね、なんだかんだで結構、そこそこ今潤ってますね。65ある。まあ、ちょっと使ってますけどね。うん。あ、2月になったんだ。OK。やることだった。冒険チャンネルのショップとかで買い物できるね。それやろう。うん。まあ、エリクサー言うて結構減ったな。テレスエリクサーも一応100まで減っちゃったから、また増やしていかないといけないですね。なんか使い損ねてるアイテムとかは特にないはずでございますけれど。踏めというところですね。先にとりあえず心がびっちゃいますか。あ、そう、無料ガチャも一応ね、ある意味無理どころではあるんですけどね、私のも引かないですけど。なんか引くかもしれない。ここは、あー、ダメか。さとかちゃんかにほちゃんが来てくれたらワンパン倒せたんですけどね、これは2パンに詰まった。3万8つ目パンチ。これはダメです。足りない。ちっちゃくして。取った取ったどう。ていうか、あのちっちゃくするアクションがめちゃくちゃ強い。スモールライトなんてもんじゃない。足んなかったな。でもさとかちゃんがにほちゃん来てくれたらね、いけたんですけどね。さて、とりあえずじゃあこれ、そろそろなんか引いてもいいんじゃない。ぶっちゃけ言うと私これで本当に SR 以上引いたことないんで、そろそろ。てかだってみんな結構引いてるって報告あるからね。エクレアはちょっと覚えてないけど、でも UR はバリバリ引いてたりするから、3も先生あるから。あるある、細っ。細いけど、あるわけないよ、あるわけないやん、今のでって。はい。そんなもんだね。くそ。私は弾けないのかな。いや、でもいい。こんなところで弾かなくても、さとかちゃんって、ここでこういうところで、使うからいいです。別にいいんです。別にね。全然問題ないです。何一つ問題はない。さて、それなんだかんだレアガチャ券がもうそろそろ溜まりますね。100。私は100連。やりましょう。じゃあノーマルガチャ引いちゃおっかなんだかね。これもったいぶるようなもんでもないし。今日はお買い物とかですね。いけいけいけ。はい。レアガチャ券。はい。レアガチャ券とエスサルカ、エスサルカフィガチャ券今出ましたね。はい。レアガチャ券。エスサルカフィガチャ券。結構出るじゃん。エスサルカフィガチャ券。結構、今回引いてる。レアガチャ券。引きいいぞ、今回。こういうところで微妙な運を使っていくわけですね。はい。あ、終わった？あ、まだか。はい。あ、レガチャン、SR 確定ガチャン。キノコプリンの前で、SR 確定ガチャン。すごい、SR、オフ、終わった。SR 確定ガチャンめっちゃ引いたんだけど。4、5枚出なかった？ 5 枚出ましたね。すげえ。
で、レアガチャ券も4ぐらい引いたんかな。休日になりましたね。やったー、それ確定ガチャ券めっちゃ引ける、イエーイ。おぉ、5娘ちゃん。めっちゃ見たことあるやつ。できれば究極もね、コンプしたいんですけどね。究極、なるべくイフがいい。これは、普通か。究極は究極って書いてあるもんね。うわぁ。これ、なんかない。お、ファイブ娘ちゃん、いいなぁ。テンション上がるよ。これはめっちゃ見たことあるやつだね。ちょっと、もうちょっとなんかね、ファイブ娘ちゃんよく出るね。裏山ですね。裏山。お、これは究極。やった。リトルアンサンブル。いただきました。しかも、イフ。やったぜ。というわけで、ちゃう。メモカの、履歴の、マリーさん。これじゃない。これか。リトルアンサンブル。見ましょう。死ぬのが怖いのかい？すごい。です。バッシュ。お、おはたんかガチな兵器。めちゃくちゃガチな兵器なんですけど。俺のマリさん結構強くなるんじゃないよ、もしかして。おなかブックは大丈夫？してないね。で、あとは高速モードにしていこう。結局今引いた究極ってそれだけですよね。他は究極じゃなかったと思うんだよね。これどうしようかな。実際どうなんでしょうね。スペック的な話すると。なんか結構強そう。わかんない。なんだかんだ、後でちょっと見てみようかな。新しいですね。このバンガードだっけ。すげえね。またアクリ出ちゃいましたね。アクリ出てない日は果たしてあるのかな、ここ最近。まあ、アクリはみんな出るんだけど。生理現象ではあるわけですけどもね。ね。どうやら。そんなのかな。なでしこのファール。これって。見たっけ。見たようだな。ああ、これか。これか。いいな、好きだわ、俺。てるね。たまらんな。たまんないっすね、マジ。一人アンサンブル。こんなもんか。なるほど。んで、なんならちょっとマリさんを強化してみるかい？どんなメモ化を装備してるんですか、マリさんは。ぶっちゃけ多分、ろくな装備ではないと思われる。落ち着いたわ。あれ？違う、今、強い順に打ってたか。強い順に名簿順に一回しますわね。わかりやすいんだよね、名簿順の方が。てか、マリーさんよく見たら、もうメモ化がなかった。ついに、これでマリーさんが強くなるかもしれない。これは強化してもいいでしょう。まあ、原則はしないけれど。で、5万。5万か。しょうがないよね。で、レベルが低いから仕方がないんだ。あ、でも、マリちゃんレベル70か。低くないわ。そうか、なんだかんだで結構あれだもんね。特攻の時になってたからね。まあ、まだ出番はないか。まあ、あと、ヴァンガードのやつがどんぐらいするか。はるかちゃんは今どんなもんやったっけ ?5万。なんとも言い難いな。でもレベル1ってこのでしょ？これ強化したら普通に強そうだな。まあ言うてか、はるかちゃんの今のステータスが低すぎて。ちょっと、どっちみちメインメンバーに踊り出ない。アシストにも多分入れないか。まだいいかな。OK。ほんじゃ、あとは冒険ショップのお買い物を楽しもうかな。ああ、でもこれよくないから、これがサブレになるんだったら。あ、次に入ればよかったよ。役にも出るよね。さあ、リミットリスターをね、しっかり毎日買っていこうというわけですね。
あとはいいかな、とりあえず。なんだかんだ結構ね、ジョブ買っちゃってたから、そうなのよね。いや、冒険チャンネルね、とりあえず終わりにしたいっちゃしたいんですけどね。今でも結局、小杉部やってから、まあでも、もうちょっとリニューシーズンが全部終わるんで、そしたら、もうちょっとですね。もうちょっと本当に、追加が来なければ。違う。もうね、だってあとここでも例の食卓クリアして未知を狩る者たちクリアしたらもう完全にやることなくなるんで、あとはエテルニア化を貯めるだけの、あとはあれか、まあレベルの底上げとエテルニア化を集める作業になるからね。編成しましょ。レベルもどこまで行くんだろうね。100超えたりするんですかね。ちょっとわかんないですけど、まあ99とかかな、現状わかんないです。あとはまあレベルの底上げをしていく感じですね。とりあえずレベル70とかクリアできるように今強化をしてるとかですね。メンバーで、かがりちゃんのレベルちょっと低いんですけど、なんとかなると思う。まあ、白魔法で回復入れとけばなんとかなると思うんだよね。やられさえしなければクリアできると思っています。で、それが終わったら全員レベル20とかに底上げ計画をしていこうかなというプランニングです。こんな感じですかね。今回はこの辺にしときますか。ちょっとエテルのランド触りたかった気もするんですが、まあ、ほどほどにしておきましょう。あんま長くなっちゃうのも嫌なんでね、動画が。はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。バイバイです。